結構戦うシーンも多そうですよね。そうですね、うん、もうとにかくこう自分の正しい道を突き進むみたいなキャラクターで、うん、あのオーディションの時にもらった資料には多分書いてなかったんですけど、うん、さっきあのウィキのペディアさんをこうバーッと見させていただいたら、いや本当優秀だよね。ハイスペックすぎるんですよ、ナギが。おとにかく戦いも強いし、うん、あとあの本当に芸能界にスカウトされるぐらい美少女っていうのも設定で書いてあって、うんうん、でなおかつ料理もできると。お、うん、料理はできますか？え、突然なになに突然嘘、いや今めちゃくちゃ気抜いてた。え、言ったまあそれなりに。あ、でもされるんですか？え、なんでしないと思ってた？え、そうか角立つ角立つ、仲間を探してたんですけど、え、突然突然、はい、まあそれなりには作る。あ、え、なんでちょっと残念がってんだよ。何の話、何の話。いや全く作らない、料理対決みたいな。あ、全く作らない。作る。あ、そんなに作る。鍋くらい、鍋くらい。あ、でも鍋は作るんですか？鍋くらい、うん、じゃあ違いますね。違います違います。仲間ではありませんでした。料理のことは聞かないでください。料理です、この人無理です。え、そのハイスペックで。いや、そう、もうとにかくハイスペックなんですよ、うん、なのでそういう、なんですかね、魅力っていうのも、うん、まあ声に乗せられる部分は存分に声に乗せていきたいなと思うんですけども、うん、はい、とにかくあの絵が、絵の演技が素晴らしいなと思ったので、うん、もう声の演技プラス絵の演技、まあ、効果の演技みんな合わさってこう新しいブギーポップをお届けできたらなと思います。はい、ありがとうございます。あの、ちなみに